はい、皆さんこんばんは。今日は、10月の13日土曜日、ボギーチャンネル、私日本のコロ参議院比例第4支部支部長のボッキーテドコンでございます。はい、今日はもう本当に真昼のような明るいところからお送りするボギーチャンネル、時々外のジェフというね、ドライブインのテラスからやるときには真っ暗だったりするんですけど、ここはさすがに明るいところでございます。さて南の島沖縄、今日は本当に涼しい一日となりました。まあ、ただ昼間は少し暑くてエアコンをねかけないといけない時もありましたけど、夕方からは本当に秋を感じさせるような、涼しい風が、まあ、袖口から入ってきます。ということで、そろそろ長袖を準備しないといかんかななんてね思ってる私でございますが、悲しいかな、長袖の洋服をほとんど持っていないという、いやなぜかといえばサイズがないというサイズがないだけのことでございまして、ちょっと大きいサイズのお店行ってね探してこないといけないかななんて思っております。まあ、私とか中佐とか少佐はもう共通の悩みですよね。はい、入る洋服がない。まあ涼しくなると女の子たちは結構おしゃれな洋服がつけられると喜ぶんですけど、まあ、私はもうずっと一年中暑い方がいいと、なぜなら一年中アロハでもつけていたい気分ですからね。まあそういった感じで今日もお送りするボギーチャンネル、まあ、沖縄県民が全然知らない、いやメディアが知らせようとしないお話などをですね織り交えながらお送りしていきたいと思います。さてカナタさん、シェリーマルさん、ウイチューさん、こんばんは。ユキトさん、はい、坂前行くといいですな、と。坂前って沖縄はちょっとないんですよ。はい、英吉さんにベルさん、はい、ラプテンさん、ドラムカンさん、こんばんは。ドラムカンいいですね、私の体型みたいですね。はい、それとピョンタさんもお見えになってますね。カルガムさん、ノリゾウさん、こんばんは。ホワイトさんもお見えですね。ホロンさん、こんばんは。はい、それからブブンさん、藤田モンドさん、森さんから、ニラ玉、ブブンさんから連発ニラ玉いただいております。ありがとうございます。それとベルさんお見えですね。それからハラホロヒレハルさんからも、ニラ玉、モンドさんから連発ですね。はい、ノリダーさんからは特のニラ茶いただきます。はい、熱いお茶ですね。白黒福岡白黒もう白黒っていうとついつい反応してしまいますね。はい、それからはい、色うさぎさんからはニラ茶いただきました。ありがとうございます。ということで今日もあっという間に70名余りの方々お見えになっておりまして、本当にありがとうございます。ということで早速今日の話題、まあ今日の話題って言ってもね昨日のニュースなんですけど、まあ、嘆かわしいニュース、琉球新報さん、まるで、ね、戦争でも起こったかの大きな見出しで、新基地反対が民意と。いやいやいや、県政というのはやはり県民のためになることを、やはり福祉とか教育、医療、はい、それから居住空間、あと所得、雇用、いろいろあるんですけど、そういったのをほっぽり出して、やっぱり新基地反対が真っ先に出てきました。まあこれ予想されたことで、選挙の時にはね、そう、小杉さん新基地ってどこにあるのと、みんなそう思いますよ、現地に来た人は ね。なんだかんだ綺麗事言ってね、Wi-Fi がどうだとか、ね、すごいいいこと書いてましたけど、結局は反基地ファーストですよ。はい、反基地ファースト、やっぱりデニーさん反基地ファーストだったということで、まあ、沖縄県民4年後に忘れてなきゃいいんですけどね、まあ、そういったことは民意だということで、これ知事首相と初会談ということでやりました。はい、でこの沖縄の、ね、民意とか総意とか玉城デニーさんおっしゃってましたけど、そもそも総意ではございません。なぜなら8万票の差があるとはいえ、ね、玉城デニーさん以外に投票した人がたくさんいます。それと投票に行かなかった人たちもいます。それを自分に投票した方々の票の数で勝
ったからといって県民の総意という言葉を使うのは私は絶対に納得はいかない。フーニャーさんどうもありがとうございます。はいそうですね、カルガモさん、佐喜眞さんに投票した人は、まあ、確かに民主主義の原則に従いますけど、彼らは自分たちが勝てば民意が示された、負けると少数意見を、大切にしろと少数意見を無視するなって言って発狂します。これがいつもの彼らのやり方でございますけど、いや本当にね、そうですね、新満さん、安倍首相はもっと大きな民意で支持されておりますということで、まあ、これであの辺野古は反対が民意だということを安倍首相にお伝えをしたら、安倍首相は辺野古については粛々と進めていくというふうにね話したということで、琉球新報さんが社説で大発狂してましたね。はい、おかしい。そもそもなぜならこのね辺野古移設っていうのはだいぶ前に、これは名護のね岸本さんっていう市長の頃、今から十何年前ですかね、この方が市長をやってる頃に、はい、同じ琉球新報さんですよ、これ普天間大隊辺野古に移設、はい、住民への配慮ということでね、いろいろ書いていますけど、はい、振興策前提って書いてるんです。振興策の具体策なければ撤回もっていうことで、つまり北部振興とバーターだったということで、これ琉球新報さん書いてるんです自分でね、まあ、当時夕刊がある頃で夕刊って書いてますけど、当時の岸本市長がこれも民意なんです、はい、が受諾表明、結局市長が OK したということは民意なんです。民意で受諾をして、それからいわゆる、振興策を前提ということ、そうですカルガモさん、はい、そしてねこの振興策っていうのが実はこれだったんですよね。北部振興事業、はい、これはあの辺野古移設を前提にですね、国がその頃、南北格差が大きかった沖縄本島北部に対し、北部振興事業ということでさまざまな、事業を行いました。はい、でこれがですね名護市をまあ中心に周辺の12市町村に入れた補助金、なんと2000年からねあの10年間だけでも総額1000億円、皆さん1000億円ですよ、はい、2000年から10年間だけで1000億円です。そうです、はい、1000億円。でどんなものが作られたかと言いますと、例えばこれこれはあの辺野古にありますマルチメディア館、すごい立派な建物です。どうしてこういったものが辺野古に作られたかというと、やっぱりこの振興策なんですよね。辺野古にもっともっと人を集めて活性化しようということで、こういったものが作られております。これもあの北部振興事業の一環でございます。それと今帰仁村では、この今帰仁城址、世界遺産の今帰仁城址の整備事業にこの北部振興あの資金が活用されております。はい、本来であれば今帰仁村が独自でやったり県がやったりするものに、国の方からのお金で整備されているんですよね。はい、そしてこれは名護市、はい、名護市の、これは八重岳の公園です。まあ、八重岳と言いますと桜の名所なんですけど、その桜の名所の整備事業としてこの北部振興事業費が活用されて、こういった公園が整備されたり施設が整備されたりしております。はい、こういったものにお金が投下されている。これも辺野古の基地を受け入れを前提にしたものでございます。はい、そしてこれもですね、これは金町の野球場、はい、金町の野球場でございます。ここも北部振興事業費が、まあ、注入されまして、小さな野球場だったのが立派な野球場にね、あの整備されております。はい、これも国からの援助ですね。それから恩納村、
はい、恩納村です。カルガモさん、南部にはないですね。はい、あ、目玉役さん、そうですね、ギノザのドームもあれは防衛省の別予算からなんですよね。はい、これは確か前田岬、恩納村の前田岬の駐車場や周辺整備事業を費として、この北部振興事業費の方が、活用されています。まあ、ここは小山、あたりがちょくちょく行くところではないかと思うんですけど、すごい綺麗なところ、そこのね、観光客などが車を止める駐車場などの整備にも、このお金が使われております。はい、森さん、本当に綺麗ですよ、ここ。まあ、海の話はもうぜひはい、カータンさんの方に聞いていただければと。そうですね、まるまるさん、ちゃんとそれやればいいんですけど、なかなかそういったプレートはつけられておりません。はい、そしてこれは金町の、マングローブのね、いわゆる、見学用の、道なんですけど、マングローブの林の中にこうして立派な、見学用の通路が作られております。これも結構な金額かかってるんですけど、これも、いわゆる北部振興事業費の方から、はい、支出されております。市町村は全然これは、はい、お金出さなくても国が作ってくれてます。ありがたい話でございますよね。はい、そしてこのギノザの方にもこのようなマルチメディアの、はい、建物、立派な建物ができております。海のそばですよ。はい、こういったものは本来はギノザじゃなくて那覇とか浦添でもいいと思うんですけど、やはり北部振興という名のもとに、多額の費用をかけてこうして作られております。そうです、はい、宮城さん、サーバーファームですね。はい、サーバーファーム、これも北部振興事業費の方から支出をされ、このような立派な建物ができて、そこでいわゆるサーバーファームですから、まあ、名の通り、各企業のサーバーなどがここに置かれたりして、はい、それの保守管理、また運営などでね、雇用も生まれております。はい、でも見ての通り海のすぐそばですから、津波があった時はどうなるんだろうというふうに私時々思ったりもしますが、とにかく大きくて立派な建物でございます。あ、どうもカータンさん、こんばんは、ここでございます。さてさて、まだまだ続きますよ。はい、まだまだ続きます。はい、これはですね、辺野古に作られて、辺野古豊原区に作られております未来3号館。実はこの未来1号館から確か7号館、8号館ぐらいまであるんです。これが未だに建設がね、どん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 やっぱり進んでおります。はい、これもいろんな企業などが入る建物でございまして、こういったものも、名護市が金を出すんじゃなくて国のお金で作ってるんですよ。これもいわゆる辺野古豊原区、まあいわゆる久米3区と言いますけど、辺野古だけじゃないんですよね。辺野古、豊原、久米、はい、この3つの区をね、いわゆるこの辺野古への滑走路を受け入れを前提にっていうこと、この3つの区に対し国は非常に手厚い振興策をね行っております。まあ、このような形で、はい、立派な建物も、国の予算でできているんですよ実は。はい、入居率結構高いです。なぜかと言いますと安いんですよ。安い、入居する費用がこれも補助が出ていて非常に安い。それと通信費とかそういったものも補助が出てて確か安かったはずです。はい、しかし素晴らしいですよ本当にね。はい、宮城さんおっしゃる通り道の方も、あ、愛国秀さんどうもイラタバありがとうございます。はい、道の方もどん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 整備されております。それと道、はい、今宮城さんがちょうど道の話をしましたんで、道をね私資料を取ってきました。はい、これも北部振興事業費の中の公共事業費の部分なんですよね。つまり道路、道路を作るときに、
どれだけ国の予算が入っているかっていうのをこれ表しております。つまり上の段、括弧がついてない段はこれは実際にかかる金額、括弧されている部分は国の補助の部分なんですけど、これ見ての通りすごいですよね。例えば豊原1号線道路改築事業、名護市担当省庁国土交通省、はい、計画期間が平成22か23年、これが3億3400万、はい、でこれが総事業費、はい、これ22年度だけでこれだけでもトータルでは8億9700万円。そうですね、ラプテンさん、これ実は県の資料にあるんです。はい、見ての通り22年度だけでも3億3400万のうち2億6800万円がこの北部振興事業費で当てがわれてます。実際に、はい、この指導をね、管轄する名護市が負担する金額っていうのは2割から3割、はい、そのぐらいしかないということでございます。いやしかしすごいですよね。これびっくりじゃないですか皆さん。これ沖縄県民全然知らないですよ。だって知らされてないんですから。道路にね、この道路の8割は国費で作られていますなんてプレートも貼られておりません。それをね、行政も県民に全く知らせようとはしておりません。はい、これは港湾前泊港、はい、前泊港という港の整備事業費もありますけどね、まあ、このように、かなりのこれも補助額。野保港というのはこれは伊平屋島ですね。伊平屋島の港の改修工事、はい、4500万のうち、4000万円が、はい、4000万円が国費です。すごいですよね皆さん、はい、4500万円のうち4000万円が国が出しているんですよ。これって玉城デニー知事が言う補助金に頼らない、平和で豊かな誇りある沖縄となった場合にはこの括弧の部分いらないっていうことになるわけですよね。すると実際にかかる金額の2割しか財源がないとなった場合どうなるんでしょう。いやこれは本当に大変なことになると思いますよ。あちびぬさん、お驚きですよね。はい、このようにね、すごい沖縄っていうのはいろんな面ですごいやっぱり恵まれているんです。はい、もう例えば県への灌漑排水事業、灌漑排水事業とか農業のですよ、まあ、農業のですから本来であれば県がやるべきお金なんですけど、これが4000万円、4000万円のうち3200万円、ね、4000万円かかる事業のうち、県が負担したのは800万円、800万円で4000万円の工事ができる。これがね皆さん恵まれてなくて、なんと言うんですかこれ。あ、はい、いやこれはね本当にこうして皆さんに見せない限りわからないことです。いや沖縄県民自体も分かっていないんです。我々は普段から、この道路は8割は国がお金を出してるっていうのは分かってるんですよ。ところが一般の県民は全く知らない。特にね補助金に頼らない豊かで平和で誇りある沖縄をなんて、それを信じ込んでる人たちは全て沖縄県の予算でこういった道ができてると思っているんですよ。はい、できているんです。いやー差別じゃない、特別扱いですよこれ。そうです、ベルさん、こういったものをね、県民に伝えようとしない不都合な真実、分かろうとしない。そうです、これも RSVP さん
っしゃる通りでございます。はい、内地では沖縄の知事は金の要求しかしない。確かにそれだと思います。じゃこれを見ただけでもどうでしょう、皆さん、いかにこの沖縄が恵まれているかっていうのを分かると思いますよ。これもね、地方交付金とかではなくて、いわゆる基地を受け入れる、はい、基地を受け入れることを前提に交付される、はい、北部振興事業費から、いや、のりぞうさん、もっとあるんですよ。もっともっと、実は PDF でね、ずらっと並んでおります。2000年から2010年までで1000億円かかってるんです、トータルでね。1000億円ですよ。で、これから以降、はい、これから以降です。ミロエ3号館どころか7号館が8号館まで作ってますよ。その立派な建物ですよね。はい、そういったのを入れますと、もうどんだけ言ってるんだか。それをね、沖縄は差別されてるっていうふうに言っている。それを県民に信じ込ませるために、このような具体的な資料っていうのは、県は積極的に広報しようともしませんし、マスコミもこれをニュースとして取り上げることはいたしません。ですから沖縄は基地負担だけ押し付けられてね、補助金をもらいに行ったら文句言われてと、はい、そういうふうに卑屈になっていくんですよ。だ、今回も玉城デニー知事は国の言うことは聞かない、辺野古には反対しますと、右手でね、拳を振り上げて、左手で、はい、満額ちょうだいねと。はい、どうも榎本さん、ありがとうございます。はい、沖縄県の財政資料のあるところを置いときますねっていうことで、はい、もう本当にこれびっくりですよね。そうです、宮城さん、あとこれ防衛予算の方からですね、基地周辺整備事業費っていうのが実はあります。基地周辺整備事業費、それ何かと言いますと、基地をね、基地の周辺にある、自治体、そして個人の住宅などの整備にかかるお金を防衛省が負担します。例えば嘉手納基地や普天間基地で、基地に隣接する、住宅、これは何デシベルっていう基準があるんですけど、窓をね、二重窓にするという工事、これもね、全額、はい、全額国が負担します。それとそこにね、取り付けをする、窓は当然開けられませんよね、音が。そう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 、 RSVP さんよくご存知です。エアコン、各部屋につけるエアコンなどもすべて防衛予算持ちね、すごいじゃないですか、防衛予算ですよ。このようにね、至れり尽くせり。ただ電気代は自己負担電気代は自己負担なんですけどね。はい、でもねえ、米軍は水道、光熱費、電気代、みんな国が、日本国が負担してますから、そういった部分で沖縄県民をもっと手当てしろっていう話あるんですけどね。そうそうそう、今宮城さん書いてくれてますよね。防音工事、ソーラーパネル、エアコン、換気扇、はい、頑丈な防音ドア、はい、こういったのも至れり尽くせり、すべて、はい、防衛予算で手当てされます。ですから窓なんか本当に二重窓ですよ、すごいですよ。はい、いやー、そうですね、このような感じで皆さんめまいがしてこないですか。はい、めまいが、いや、もう本当に呆れて物が言えないというのはこのことですよね。ですがこれ全く沖縄県民が知らないね、普段から豊かで誇りある沖縄なんて言って、それを信じ込んでる人たちは、沖縄の道路や建物はすべてこうして、その8割がね、国の予算で、はい、手当てをされてるっていうのは
全然知りません。あとね、今、森さんが建造物だけっていうのがあったんですけど、実は違います。建造物だけではなく、町の活性化資金とか、あと食肉センターの改修費用とか、もうもっともっと細かいものがたくさんあります。そこにいわゆる、辺野古に、滑走路を受け入れることを前提に、国が約束をした北部振興事業費の方が充当されている。でそこで私が何がやっぱ言いたいのかっていうとね、つまり最初の新聞にお見せしましたよね。もう一回最初の新聞に戻りますけど、はい、これ当時の岸本市長が普天間代替施設辺野古に移設、住民への配慮、振興策前提ということで、つまり辺野古に移設をするのを受け入れる代わりに振興策をきちんとやってくださいということをね、岸本市長は国と約束をしたわけです。そして国の方はその約束をね、律儀に守りました。はい、2000年から2010年だけでも、はい、2000年から2010年だけでも総額1000億円。そうです、新満さん、新基地なんて書いてないですよ。当時の新法、新基地なんて書いてないんです。1000億円ね。つまり私が言いたいのはこれね、基地をね、滑走路の移設を受け入れる代わりに、この振興策をいただいたわけです。そしていろんなね、箱物とか周辺事業、いろんなものにそのお金が投下をされた。10年間だけで1000億円、それから以降はもっとあると思います。そうして国はね、約束をきちんと守ったんです。それを沖縄のね、尾長県政は民意が変わったといってちゃぶ台をひっくり返すみたいに約束を反故にしたんです。つまりお金はもらう、だけど約束は守らないよ。なぜなら民意が変わったからと。これって皆さんどっかの国で聞いたことないですか。はい、確かお金を日本からせしめて、もう不可逆的に解決しますとかなんとか言って、結局はひっくり返した国があるんですけど、それと全く一緒なんですよ。つまりね、約束を破る口実として民意が変わったと。いや、いいんですよ、民意が変わったと言ってね、ちゃぶ台をひっくり返すんだったらそれはそれだと構わないと思うんですけど、じゃあね、約束をね、履行することを前提に、今までこの北部に投下されてきた国民の血税ね、血税10年間だけで1000億円、それから以降の8年間で同じぐらい投下されてると思いますよ。そのお金はどうするんですか。約束は守らない、金はもらう、これってあまりにもハレンチだと思うんですよ。だから民意が変わったといってですよ、約束をね、守らなくていいという理屈をこねるんであれば、私はね、玉城デニー知事は今までいただいたこの北部振興事業費全額をですね、国にやはり耳を揃えて返してから基地反対を言うべきではないかというふうに私は思ってます。国は約束を守りました。そして、この岸本市長との約束をきちんと履行して、北部に対しこれだけ手厚いね、資金を投下してきた。そして北部はね、やはりその資金をもとに以前とは比べ物にならないぐらいやっぱり発展してきたわけです。それを民意が変わったといってひっくり返すなんてね、だったらそのお金をね、返してから物は言いなさいっていうのが私の考えなんですよ。でもどうですか皆さん、これって通らない話ですよね。前任者が約束をこうした、国はきちんと約束を守ってお金をね、お支払いしました。しかし前任者の後を継いだ方が民意が変わったといって約束を反故にした。
いや約束を保護にしたんだったら普通はもらった金は返すべきだと思います。ところがオール沖縄共産党のね、いやしいところはこの投下されたお金の返還については一言も言及しない。これね、私あの保守系の政治家は今後ですよ、基地問題どうのこうのが始まった時にこれ口に出して言っていいと思うんです。具体的な数字も出して基地反対は構わない、辺野古移設をね、あの絶対に許さないというんだったら今まで北部に投下された、1000億円余りのお金を耳を揃えて返す、それができるんですかと、こういったのをね、公開討論会の中でぶつければいいんですよ、革新系の政治家たちにね。誰もやらない。いや、これやるべきだと私思ってるんですよ、前々からずっと思ってる、ね、約束をやっぱり破るんだったら金は返しましょうよと。じゃあその金を返す財源はどこから持ってくるんですかっていうことでね、そういった部分を追及すれば革新系の方々のね、いわゆるいい加減な理論っていうのはもろくも瓦解すると私は思っています。しかしそれをね、金を返してから辺野古にいらないから今までもらった金返そうという革新系の政治家一人もいない。つまりみんなカヌーじゃなくてカネーなんですよ。カネーね、金くれるものはもらう、約束は守らない、こんな人たちが沖縄の政治家やってるっていうのが私には理解ができない、ね、例えば民意が変わったとしてもこれは約束は約束であり、もらうべきものはもらってるんだからそれはもう甘んじて履行しないといけないっていうのが本当の政治家だと私は思います。しかしね、このように責任を回避し、はい、本来やるべき義務までね、放棄してお金だけをさらに頂戴という今の沖縄県政、私はもうこの4年間本当にどうなるかなと心配をしております。はい、ということでかなり激おこぷんぷん喋っていますけど、はい、漬山さんご利用は計画的にということでですねまあでもどうでしょう皆さん、私の考えね、約束をねひっくり返すのであればもらった金は返すべきである。そして返す、あの約束をね、あの保護にする側はその返す財源をね明らかにすべきであるというのが私の考えでございますが、皆さんはいかがでございましょうか。なんか間違ってますかね、私固いこと言ってます。いや当然のことを言ってると思うんですけどね、それをやっぱり口に出して言えない沖縄の政治家ってどうなんだろうというのを私は思っております。ということで本日の、ボギーチャンネル、ちょっとお堅い話ではございましたが、はい、約束は守ろうよ、守れないんだったらお金はちゃんと返そうよという話でございました。いや隣のあの国みたいにはなりたくはないですね。ということで本日の放送これにて終了します。皆様素敵な週末をお過ごしください。ありがとうございました。